4月30日のお昼頃に撮影したエサイライブを見ながら少し帰省中について考えたいなと思っています。まずはね、ここの水槽でみんなが餌を食べれているかどうかっていうのをまずは確認したいと思います。この中で心配なのは蝶斑ですね。やっぱり蝶々王なんで、まあ、見る限りはしっかりと餌も一口でぐっと飲み込んでるので、まあ多分大丈夫なんではないかなと思っています。パープルタンが次に心配ですが、こちらの爆食いなので、まあ、その心配はないかなと、この日は思います。次にここの水槽は、まあ、ヒレナガハギ、ツノダシあたりはまだ淡水浴1回もしたことないんですけど、アズファは、4月の3日ですね、20分ほど淡水浴しております。まあ、なのででもその時に寄生虫が1匹も出なかったので、ここの水槽に関しては多分寄生虫でどうのこうのというのはないんではないかと。今餌食べてるのを見る限りはみんなよく食べています。で、一番心配なのは波長さんがいてたここの水槽ですね。まあ、とりあえずつぶ餌のセレクトを流してみるんですけど、今日はみんなしっかりと、まあ、いつも通り食べていたと思います。稲妻もロックビューティーもグレイは抜け目、下みんなでつついてますね。で、一番心配なハタタテダイもしっかりとねご飯食べておりますし、今のところ異常はないかなと思っています。で、ここの水槽もキヘリ巾着ダイのね、淡水浴も以前しております。3月16日かな、その時はほぼ何も出なかったですけど、その後食欲が復活して、まあパウダーブルーも3月28日にしてるんですけど出なかったですね、寄生虫。なのでここの水槽は、まあ、多分心配いらないんじゃないかなと踏んでいます。で、ここはねもう長いこと淡水浴してない水槽なので、ちょっとね心配ではあります。もちろんただしっかりねこの日もみんなよく観察しながら餌あげてたんですけど、みんな、まあ、いつも通り蝶々王たちもご飯がしっかり食べていれたのかなとは思います。こちらの水槽はねすごい前なんですね。スクリルブルドが5月2日、この時は20分してるんですけどたくさん、出ました。その次に、6月22日にも再度スクリルブルドを淡水浴していて、この時も出ています。で、その時にロクセンとブルーフェイスもちょっと怪しかったのでやってみたんですけど、この2匹は出ていません。で、8月31日にクイーンが怪しいかなというのがあって、まあ、30分ほど淡水浴したんですけど全く出ませんでしたね。まあ、三角ってとこかな。じゃあほとんど出てません。12月25日ですね、去年のあけぼの町トゲ町を怪しかったのでやったんですけど、まあ少し出ました。僕自分の動画をね過去のやつを確認して喋ってるんですけど、12月25日にタテキンとクイーンにも再度怪しいなと思って淡水浴しておるんですけど、タテキンとクイーンは寄生虫は出なかったです。1月1日の正月に蝶斑が怪しいっていうことになって20分つけたところ、蝶斑からはたくさんの寄生虫が出てきました。ということは、まあ、これそれ以来ここの水槽では淡水浴を1回もしたことなく、で、まあそうやね、波長さんが一回夏頃にここに泳いでいたので一時期寄生虫がゼロっていうことではないとは思うんですけど、
コンサメワケベラが今頑張ってくれてるのか、ここの水槽に関しては今のところ問題がなく、でも淡水浴をまあした方がいいかなとは考えてはいます。で、海藻70の餌やりの方でまた最初に戻ってきたんですけど、長斑は出なかった。3月28日の淡水浴一回してるんですけど、長斑は出なかったんですね。この時怪しかったんですけど、でも餌食いが復活して動きも良くなったので、まあでも視点ヤッコがついてたので、その子たちのその子視点ヤッコの寄生虫が他の子に移ってても不思議ではないんですね。でもパープルタンは一応入会前に5分淡水浴してるんですけど、僕の水槽、僕の経験上ハギにはほとんど寄生虫が、淡水浴ね、ハギみんなしたことあるんですけど何回か出ないんですね。1匹も出たことがなくて、そうですね、パウダーブルーとか、インドミヤコテングとかも全然出なかったので、もしかしたら淡水浴しなくてもいいんじゃないかなと、パープルタンに関してはなんですけどね。でここの水槽も今海藻70流してるんですけど、とりあえず淡水浴というか寄生虫の心配がないので、餌食いの方に話を戻します。しっかりと、ブラックオセラリスはしっかりとね海藻70をね食べれるような大きさまでに成長してきて、ここの水槽は、このメンバー、水槽の大きさにも限りあるので、このままアズファを大きくするという、スタイルで餌を、なるべくこまめにあげるような水槽で、寄生虫の心配はほとんどしなくてもいいんじゃないかなと思っています。ここの水槽ね、ミヤコテングは出なかった。でもグレイ、海藻70をあげるんですけど、グレイが5月の24日ですね、ちょうど1年ぐらい前に30分ほどしていて、その時に寄生虫が多分ね、これドバドバって言っていいぐらいですよね、多分出てるんですね、自分の動画見る限りは。で再度6月6日 2,3 週間後にもう一度20分ほどしてて、その時は1匹2匹って出ただけで、寄生虫がほとんどちゃんと取り切れているという形にはなっています。で稲妻も5月5日に1回していて、5月20日8日ですね、ミヤコテングしてるんですけど、こちらは20分してますが寄生虫がほぼ出ておりません。なんでここの水槽は、ワヌケさんが入会前に10分ほどしてるんですけど、これも寄生虫は出て、ちょっと出たかな、ちょっと出たけど、再度ここでするんであればグレイとワヌケとハタタテダイも出なかったんやけど、ハタタテダイもした方がいいかなと考えています。でこちらの水槽も、先ほどねセレクトのとこにもお話しした通り、こっちは多分問題ないんじゃないかなと。パウダーブルーも出なかったし、角出しもしてるんですよね。角出しも3月18日にしてるので、その時キヘリも20分したし、もうゼロですね。パウダーブルー、角出し、キヘリ3月にしてるんですけど、寄生虫はゼロだったので、ここの水槽に一応新しい魚を入れない限りは問題ないかなと踏んでいます。安心して餌あげれるのかなと思っています。でここですね、ここでするんであればもうたくさんいてますね。ブルーフェイスは基本寄生虫につきにくいで、南洋ハギもそうですね、ハギなので、でトミネンシサもハギ、あとは熊の実、あとは花台あたり、ベラあたりもベニゴンベも大丈夫ですね。なので蝶々魚の3匹、タテキも大丈夫かな、6世も大丈夫ね。ということはクイーン、スクリルブルドが一番怪しいね。スクリルブルド、クイーン、あと蝶々魚3匹あたりを、どっかのタイミングで淡水浴せめて10分でもして、1匹出るか出ないかっていうのを10分ぐらいで判断して、そこから続けるかどうかっていうのを、もう1年淡水浴してないので、
ね、今更なんですけど四天八湖なんかもう去年の8月あたりからね、8月にうち来てから1回も淡水浴せず、この時期になって9ヶ月飼育9ヶ月ぐらいで急に寄生虫でね亡くなったので、まあ、やっぱ元気なうちに淡水浴できるのであればこちらも淡水浴、蝶々魚3匹と、スクリルブルドクイーン、うん、あたりはしてみたいなと考えています。まあ、あとはここサンゴ水槽の餌やりを、まあ、流していくんですけど、ここは、まあ、寄生虫とかうんぬんのお話は、まあ、ほとんどなく、まあ、サンゴの状態が真ん中のグリーンの子がちょっと、うん、いまいち元気が出ないなという感じで、あとの子たちは前面に出てる4つは大丈夫で、まあ、真ん中の3つの右の子もちょっとあんまり膨らみが、うん、最近は 100% ではない8割ってとこですね。真ん中のグリーンの子も7割ぐらいの開きですね。でこちらの反対側の、手前4つの子は、今左の子はもういつでも元気ですね。ほんで左側2番目のこのピンク紫の子の左側の開きがいまいち今日は甘かったですね。普段はしっかり開いてるので今日はへそを曲げてるのかなと思っています。あとは右2つは、まあ、今のところ絶好調なので心配ないかなと思いますし、魚たちも